山はあんた鶴橋で夏に松明火をつけて、ほんで明かりで鶴橋振ってからあんた開拓したっちゅうんだから、1年種まいてその年で終わりじゃないから、続けんには意味ないよ、この果樹っちゅうのは。大学を、まあ、農学部を出て、アメリカに2年間超巨大な農家に研修してました。本当この5年10年の間にどんどん同じ年代の仲間が増えて、で一緒になって頑張ろうということで、今僕が考えているのは新しいことに挑戦して、例えばイチゴだったりとか、バーベキューとか自然の中でのアクティビティで新しい観光の道っていうのを探って、それをなんかみんなにも普及していければいいなと思ってます。大きいですか？いろいろなことが行事なくなったけど、結局やっぱ修学旅行が最後にできて、とっても良かったですね。楽しかったです。